この動画は、過去に当チャンネルでアップした該当ジャンル動画の総集編になります。常連の方、新しい動画だと思った方ごめんなさい。どうぞご了承の上お楽しみいただければ、幸いです。いおき様。2004年1月18日。母の話。あまり詳しくは書けません。ご了承ください。名前も仮名です。母は幼少の頃は徳島の山奥の村に住んでました。その日は親戚が集まり、大事な話があったみたいだったので、母と兄は隣の部屋で先に寝かされました。しかし、隣が気になり寝つけずにいると、祖父の声が聞こえてきました。陽子はまだ若いから、いおき様のご機嫌が取れんやろ。今やったら春宮で。母は意味が全くわからなかったのですが、なぜか助かったと思ったそうです。次の日、春美の両親は目を赤く腫らして、帰っていったそうです。一週間後、春美が山に行って亡くなったと連絡がありました。その連絡を聞いた母の両親は、何かひそひそ話したかと思うと祖父の部屋に行ったそうです。春美の葬式はひっそりと行われましたが、棺桶を担いだ母の兄は、今でも、軽い棺桶やった。誰も入ってなかったんやろか。と、言ってます。その後、母の両親は母と母の兄を連れて村を出たそうです。完全に夜逃げ状態だったらしいです。母はそのことを今でも思い出すそうです。私らが逃げた後、他の親族が血まなこになって山狩りをしててな。とうとう私らは行くとこがなくなって、山小屋に逃げたんよ。ほな、そこにおじさん、かっこ春美の父が松明を持ってやってきたんや。けどそのおじは私らを見て、はよ逃げ、と言ってくれたんや。両親は何回もおじに頭下げながら、私を担いで逃げたんや。私が二十歳を過ぎた時に、母はこの話をしてくれました。村で何があったかもおぼろげながら話してくれましたが、他には漏らしたらあかん、と言われました。この話が広まると、私たちがここにおるのがバレるからなって。現在、私たち家族は、明るく元気に暮らしています。しかし、母にこんな過去があったと分かってから、母は無理して明るく振る舞ってるのかなと思うことがあります。2015年7月29日、法事で実家に帰った時、おじと二人で飲んでいたら、この家にも昔は変な慣習や儀式があったんだよって、酔っ払いながら教えてくれた。それと関係あるのかわかりませんが、祖母が言うにはうちの家系は、領主様から一定の地域の、殺生与奪の権利が与えられてる家だったみたいです。おじが言う儀式ですが、初長を迎える前の女の子を家系の中から選び、山の鬼に捧げるという儀式とのことで、おじも詳しくはわからないようでしたが、これが嫌で夜逃げした家族もあったみたいでした。私は信じてはいませんでしたが、面白かったので興味津々でした。実家は、よく演習系の怖い話に出てくる大きな家でもなく、蔵があるとかでもありません。ごく普通の田舎の住宅街の一軒家です。興味津々の私は、次の日に、母にそのことを聞いてみました。すると意外にも、知ってる知ってる、と、子供みたいにはしゃぎ出しました。母は父の母、義母に教えてもらったらしいのですが、その頃は夏の怪談みたいな感じで語ってくれたとのことです。母も全部を信じてはいない話し方でしたが、知ってることを教えてくれました。儀式に使う女の子は、家系の中から選ばれる。女の子は夜のうちに山に連れて行かれて、紐でぐるぐる巻きにされた後、山の頂上付近の、井戸みたいなところに入れられ、吊るされる。3日くらいしてから引き上げると、ほとんど骨になってる、とのことでした。義母、かっこ私からすると祖母が言うには、
多分穴の中の虫や小動物が体を食べてると言ってたそうですが、他の大人は、山にいる石鬼という神が娘を食べてると、本気で思ってたみたいです。私も、すごい時代だなぁと思いながら聞いていました。それから実家から帰ってきて夫にその話をすると、夫は興奮した様子で、その話、ネットで読んだことある。と言ってパソコンで探してくれました。それが、イオキという話でした。確かに似ているところもありますし、地方も同じです。夫は興奮して、俺も法事に行けばよかった。と言って悔やんでいました。自分には、そんな演習なんて無関係だと思っていたのに、その家系の血が流れてると思うと、少し怖く思いました。イオキ、風習で検索すると出るよ。いずれにしても岡板のネタだから真偽は不明だがな。石の鬼の神でイオキなんですよね。私の母は、石鬼の神、と言ってました。そのままですね。あのイオキの話の方は、横の部屋でイオキと聞いただけなのに、漢字で、石鬼の神、って書いてましたから。本当はもっと詳しく知っている人が書いているのかもしれませんね。メガネ屋が多いわけ。2023年6月29日。じいちゃんから聞いた話。最近釣りを始めてハゼクランクにハマってるってじいちゃんと話してたら、じいちゃんが小さい頃によく釣りをしてた川があるとのことで、隣町まで連れてってくれた。じいちゃんはルアーで釣りをしたことがなかったから。こんなもんで釣れるんか。ハゼもアホだな。とか言って二人で釣りを楽しんだ。晩酌のつまみにするには十分すぎるほど釣った帰り道、峠に続く道路を軽トラで走ってた時に、じいちゃんが話し始めた。お前、ここの怖い話、教えてやろか？この峠には有名な心霊スポットの旧トンネルがある。ネットで調べたらいろんなサイトで紹介されてるなかなかのところだ。トンネルの中で車を止めてライトを消すと幽霊が出るとか言われているところ。あの幽霊が出るとかいうトンネル？と、じいちゃんに聞くと。そんなのは知らん。と言って首を横に振る。話を聞くと、昔この辺りは部落だったらしく、じいちゃんが小さい頃によく遊ぶ友達がいたんだと話してくれた。ガキン頃に、目くらの男。かっこ視覚障害者。に、道を聞かれたそいつは、いたずらしてやろうと峠に入る道を教えたんだと。子供のいたずらとはいえど、昔の道すら整備されていない山に、視覚障害者の方を単身で放り込むなんてひどい話だ。ほいで、そのいたずらがしばらくしてバレよって、みんなで探しに行った。ほしたら、犬だか猿だかに襲われて食われとった。あんまりだでみんなで墓を建ててやった。思わずその光景を想像して気持ち悪くなった。ひどいだろ。ほんで、そのバカの家がここだ。じいちゃんはそう言いながらウインカーを出して人の家の庭に車を入れる。困惑してたら、はよハゼ持ってこい。と、車を降りて玄関に向かってたじいちゃんがせかしてくる。玄関から出てきたじいさんは、左の目が真っ白だった。俺のじいちゃんは、ハゼがよう連れたで分けてやる。と言ってそのじいさんにいくつか分けてやって、二言三言話してから車を出した。顔見たろ。あのバカはもう片目が使い物にならんで。息子も孫もみんな目が悪い。あの町の子らはみんな目を悪くするか怪我するでメガネ屋が多い。確かに、言われてみると至るところにメガネ屋があってゾッとした。まあ心配せんでも長く住んどらんけや大丈夫だで。気にしんでいい。墓でも見に行くか？と言って旧トンネルへ続く道にウインカーを出して曲がるふりをしてからかわれた。ぶん殴ってやろうかと思った。悪いことしとると誰かが見とるで、罰が当たる。
お前もあんまり悪いことはしちゃいかんぞ。じいちゃんのくせにうまいことまとめやがって、ちょっとイラッとした。後に調べてみると、本当にそのトンネルの近くに墓があるらしく、意外な人から心霊スポットの元となった話っぽいものを聞けて、不思議な気持ちになった。ハゼは唐揚げにした。うまかった。どうでは。今日、実家に帰った時、ばあちゃんからちょっとオカルトチックな話を聞いたので、なるべくその時の口調そのままで書いてみます。長いのでよければ暇つぶし程度に読んでみてください。俺の実家のある地区では、どうでは、と呼ばれるシステムがあって、それに当たった家は1年間、地区の管理を任される。その当世話が今年はうちで、祭事に使う恩赦の掃除を夏に一度しなければならないので、ばあちゃんと俺で山に登って掃除に行った。掃除道具を担いだばあちゃんを俺が背負って登った。恩赦に来るのは10年ぶりだった。地区の行事をサボる子供だったので。懐かしくて恩赦の周りをうろうろしていると、幹が妙にくびれた大木があった。ばあちゃん、そういやこの木ってどうしてこんななの？昔からこんなだった記憶が残っている。ああ、そういえば話したことなかったな。掃除しながら話してやろうか。面白い話？担いでいたカゴから掃除道具を出しながら聞くと、ばあちゃんは口を横に広げてにやりと笑った。さあな。ずーっと昔、この辺を治めてた殿様の名前は知ってるだろ？もちろん知っている。誰でも知ってるような有名な人だ。ある時な、その殿様の家来だっていう男がこの村に来た。村人は当然のようにその家来をもてなして、村で一番高い位置にあるこの社に泊めてやったんだ。だけどな、そのうち気づいた。その家来が偽物だってな。殿様との戦に敗れた国の兵だったんだ。落ち武者ってやつ？殿様の敵兵をもてなしたなんていうのが知られたらどうなるか、と村人は怯えてな。その敵兵を殺すことにした。酒をたくさん飲ませてよ、酔っ払わせてな。あの木の前で殺したんだ。霊の幹がくびれた大木を指さす。敵の残党をやっつけたことを上に褒めてもらえるかもしれねえって、首だけ残すことになってよ。よく研いだ釜で首を切ったが、どうしても切れなくてよ。それで今度はなたを持ってきて一気に振り下ろしてな、首を切ったんだ。そしたら、その首はどうしてか、ボーンと宙を舞って、あの木の幹が二股に分かれたところに乗っかった。これはいけねえってよ。男衆が木によじ登ろうとしたんだが、首から垂れた血で滑って登れない。なら長い棒でついて落とそうとしたんだが、どういうわけか落ちやしねえ。うまくはまっちまったなら仕方ねえって村人は胴体だけ処分して首はそのまま、ほかしといたんだわ。え、気持ち悪くね？顔を引きつらせる俺を、ばあちゃんは笑う。めったに登ってこねえ恩赦だから、目にもつかなかったんだろ。そんでな、それから少し経ったら、今まで元気だった男が突然倒れてそのまま死んだ。もちろん、あの敵兵の首を切った男だ。この時は気にも留めなかったが、その年の作物が全く育たなくなって、妙な病気が流行り出して、あの首の呪いだと思い始めたんだ。それでお祓いしたんだが、効き目はねえ。困り果てた村人はな、その木の幹にしめ縄かけてお札貼り付けて、首切られた男をその木に閉じ込めてやったんだわ。払ってもダメだったのに。なんでか知らんけどよ。そうしたら災いがピタッと止んだんだ。人間は怖えよ。払ってダメなら閉じ込めちまえってな。そんでな、毎年交代で札を新しく貼ったり、しめ縄が古くなったら掛け替えたりってな、それでどうにかやってきたんだ。でもな、だんだん、その習慣も薄くなってな、しめ縄も札もそのままになった。木は成長するからよ。しめ縄の巻かれたとこだけ、ああやってくびれてんだ。じゃあ、
もう呪いは解けたって？いや、たまーに変なことが起こるわ。〇〇の家のせがれ、頭がおかしいだろ。昔は何でもなかったのによ。なんであの家だけ？おいおい、うちはどうなんだよ。あの家だけじゃねえ。下の丸抜の家もだ。そういえば、丸抜の家は奥さんと娘がおかしくなり、数年前に引っ越したのだった。それからあそこも。他にも3軒くらい。忘れてたがいずれも変な家。他の家は？でか、うちは？後の家はもともとここらに住んでた奴らじゃねえ。行ったことなかったな。うちの家はもともと消化でな。それなりに歴史もあったが、続けらんねえことになってな。俺とおじいさんが今の家に養子でもらわれてきて結婚して継いだんだわ。今、俺の家はごく普通の一般家庭。曾祖父の代で消化はすっぱりやめたようだが、今でも屋号が残ってて、祖父母世代の人は未だにその屋号でうちを呼ぶ。屋号ってどの家にも当たり前にあるものだと思ってたから知らなかった。その家の血が絶えれば何も起こらねえみたいでな。じいちゃんとばあちゃんってどこの人？にやりと笑って。ずーっと遠くだ。なんで親戚が少ないのかわかったような。義母から聞いた話だ。本当か知らねえよ。今さらそんな。まあ、何にしても、うちは大丈夫だ。心配いらねえ。けど、わざわざ近づくなよ。よく見ると大木の幹の二股部分には、人の頭部ほどのコブがあった。あれの中身はまさか、とも思ったが、話自体の真偽も謎。その家には悪いけど、実家がある地区にある家のうち数軒が変なのは事実。まとまってなくてすみません。長文失礼しました。天神記の話。天神記の話。そもそも天神逆陽橋っていうのは神奈川の話ではない。詳しい地名は失念してしまったが、東北の方のある村の話だった。その村では悪さをする子供に、天神様の橋を渡らせるよ、と言ってたしなめるのだ。天神様の橋というのは、その村からそう遠く離れていない山中にある吊り橋で、その橋を渡ることは禁忌とされていた。ただ一年に一回だけ、その橋を渡る日があった。逆陽祭りの日である。逆陽祭りとは我々がよく知るお盆のようなもので、死者の霊が帰ってくる日を祝う、といった趣旨のものである。そして逆陽祭りには死者の霊をねぎらうという名目で、生贄の儀式も行われていたのだ。8歳から12歳くらいの子供が生贄として選ばれる。選ばれた子供たちは村の年長者に連れられて橋を渡っていく。そして神社に置いていかれるのだ。翌日には棺桶のようなものに入れられた生贄が村に連れ帰られてくる。生贄は村に帰ってくると、棺を開けられることもなくそのまま埋められる。ある年の祭りの夜、一人の男が天神橋を密かに渡った。男はその前の年の祭りで、自分の息子を亡くしているのだ。もちろん彼の息子は生贄に選ばれたのである。男は自分の息子に何があったのか知りたかった。だから村では禁忌とされている橋を渡ったのだ。橋を渡りきり、獣道のような道なき道を小1時間ほど進んでいくと、伝えられている通り神社があった。境内には灯籠があり、それには火が灯っていた。そのため薄暗いが境内の様子は見ることができた。そこには誰もいなかった。男は社の方に向かおうとした。生贄はそこにいると思ったのだ。しかし聞こえてきた足音に、男は近くの木の陰に身を隠さざるを得なかった。足音は社の裏手から聞こえてきた。社の裏は深い森である。村の者はもちろん、この社の向こうには誰も住んでいるはずがない。しかし、足音の主は姿を現した。社の裏から正面に回ってきたのは、ボロボロの服を着た数名の人間だった。10人はいただろうか。
男もいれば女もいる。若者も年寄りもいる。ただ、子供の姿はなかった。彼らは社の前で一度集まった。全員いるか確認しているようだった。やがて一列になって社の中に入っていった。ほどなく、子供の泣き叫ぶ声、争う物音、そして聞いたこともないような声。男は社に向かい中を覗いた。中では、生贄の少年を先ほどの連中のうちの数人が取り押さえ、他の連中が少年の上に馬乗りになって何かをしている様子が見て取れた。先ほどまで泣き叫んでいた少年はすでに声も出さず、抵抗もしなくなっていた。遠くで村からの祭り囃子が聞こえた。それ以外は実に静かなものだった。社の中からは、かぶり、くちゅくちゅ、というような音だけが響いていた。男は何が行われているのか理解した。この連中は少年を生きたまま食っているのだ。なぜこの村で、この連中に少年を生贄として差し出していたのか、それは男にはわからない。彼らはこの山に住む民なのだろうか、それとも人の姿をした魔性のものなのか。その晩、男は震えながら木の陰にいた。明け方彼らが帰っていくのを見届け、十分に時間が経ってから男は社へ向かった。中には、変わり果てほとんど骨だけになった少年の姿と、大量の血痕だけが残されていた。この話は、俺の親父が会社の同僚から聞いた話だ。その同僚というのがこの話の主人公。男はその後この村を離れ、神奈川に移り住んだのだ。そして、この話の後日談も存在する。男が神奈川に来たのは30年くらい前のことだった。そしてその年、神奈川で子供の行方不明が頻繁にあったという。これは当時の新聞などでもわかるが事実である。児童失踪事件の多くは迷宮入りした。実は中には死体で見つかったものもあったそうだが、その死体の無ごたらしさから報道はされなかった。見つかった死体は生贄同様、生きているまま食われたようだったのだ。歯型が体中についていたという。警察は親父の同僚にも話を聞きに来たらしい。彼は、俺は奴らに見つかったんだ。奴らは俺を追って神奈川まで来たんだ。そう語ったと言っていた。これが俺の知っている天神鬼の話。その数10個。俺の家は広島のど田舎なのだが、なぜか隣村と仲が悪い。俺の村を A 村、隣村を B 村としよう。不思議なことに、なぜ仲が悪いのかは不明なのだ。A 村の住人に聞いても B 村の住人に聞いても、明確な理由はわからない。理由不明。強いて言えば、ご先祖様の代から互いに敵対していたという理由。つまり先祖の遺恨しかない。A 村、B 村の人間は、結婚などご法度である。そればかりではない。俺のじいさんなどは。B 村へは決して行くな。という。別に B 村は部落民というわけでは決してないし、A 村も同様である。なんで行っちゃいけないの?と子供の頃に聞いてみたところ。それは、B 村の呪いで災いを被るからだ。などという。じいさん曰く。A 村 B 村の境の道祖神を越えて A 村の者が B 村へ行くと、必ず災いを受ける。例えば、B 村〇〇の四つ角では事故を起こす者が多いが、決まって A 村の者だ。反対を押し切って結婚し、B 村へ嫁いだ三角の娘が早死にした。B 村の四角川は流れが急で深いから、5年か10年に一度事故が起こる。それが不思議なことに犠牲者は A 村のものばかりだ。と言ったものだった。もちろん、本当かどうかは知らない。正直なところ、俺はたたりなど信じていない。じいさんに、B 村へ行くとなんで A 村の人に危害が出るのか聞いてみた。19地蔵が呪うからだ。と。じいさんは答えた。19地蔵というのは、
B 村のバツバツ神社にある19体の地蔵で、俺も見たことがあるが、歴史を感じさせる古さがあるものの、ごく普通の地蔵である。なんでお地蔵様が人を呪うの？それは知らん。と言った適当なことを言う。こういう因習については、若い世代ほど気にしない。俺なども事実、B 村の友達もでき一緒に遊んだほどだ。B 村の友達に、B 村では A 村に行くなとか言われたことある？と聞いてみたが、友達は、そんなこと言われたことはない、と答えた。ますます俺はじいさんの古臭さを馬鹿にして、じいさんの言ってることは気にも留めなかった。ある日俺は、兄貴と B 村にある四角川へ泳ぎに行った。じいさんには禁止されていたが、もちろん気にしない。ところが、泳いで10分もしないうちに、兄貴が、出るぞ。と言い出す。なんで？今泳ぎ始めたばっかだよ。いいから、帰るぞ。俺は兄貴の真剣な形相に驚き、着替えもせず短パン姿のまま衣服を持って走った。なあ、なんで帰るん？お前、見えなかったのか？え、何が？なんだかよくわからんが黒い影のようなもんが20人近くいて、それが俺らにものすごい敵意を向けてたぞ。俺が全く霊感がないのとは対照的に、兄貴は子供の頃から非常に霊感の強い男だった。20人近い影。信じてはないにしても、19地蔵というワードが頭をよぎる。胸騒ぎ、とてつもない嫌な予感を感じたのを、今でも覚えている。なぜ養尊の中が理由もなく悪いのか。これに納得がいったのは、俺が大学院に進学した頃だ。A 村の神社より、ある文献が発見されたのだった。それは、室町時代後期、A 村と B 村がバツバツ川の水利権をめぐり争いを起こし、A 村が B 村との戦いに勝ったという内容である。豊臣秀吉の刀狩りが示しているように、刀狩りされていない時代の農民は、決して後世のイメージ通りひ弱な存在ではなく、武装していたのである。兵農分離も進んでおらず、農民と武士の境目は曖昧だった。だから戦に勝った記録は大変名誉なこととして、誇らしげに記述されたものだった。けれども、時代が下って平和な江戸時代、このような不穏な文献は、誇らしい記録から忌まわしい記録となった。よって、A 村の神社へこっそりと隠されたのだ。この文献は中世史を語る上でも重要な文献らしく、つまり、農民イコール弱者というマルクス主義史観を覆すという意味でね。地方紙ではニュースになったし、大学から学者がかなり来た。その内容から一部要約して抜粋すると以下の通り、A 村と B 村がバツバツ川の水利権をめぐり争った。A 村が奇襲をかけることにより、戦に勝ち権利を収めた。A 村の戦での被害は軽微であり、継承者5名、B 村の者を16名倒した。また、戦の巻き添えに女2名、子供1名が死んだ。計19名のうちには、B 村庄屋であり、バツバツ神社宮司を務める丸丸家当主、宗右衛門義直を含む。19地蔵が呪うというのは、じいさんの勘違いだった。19地蔵は、この時の死者を弔うため B 村で建てられたものだった。けれども、地蔵にさえ癒し得ない、抑えきれないほどの深い深い A 村への恨みが、まだこの地には残っていたというわけだ。島の神の子。私が小さい頃住んでいた島に、神の子だと崇められていたお兄さんがいました。近所に住んでいた普通のお兄さんで、特に神々しいとか、特別な存在感を感じさせるような雰囲気はありませんでした。お兄さんは当時中学生だったと思います。私たちは小学1年生で、よく遊んでもらいました。道行く人がお兄さんを見かけると拝んでから過ぎ去っていく様子は、今でも鮮明に覚えています。
お兄さんに遊んでもらっている最中に、私たちの同級生の一人が素朴な疑問をお兄さんに投げかけました。どうして〇〇兄ちゃんは拝まれたりするの？お兄さんは少し困った表情で。某のことを神様か何かだと勘違いしてる人がおるんや。変な人らやね。ごまかすように、そう答えました。私たちは、へえと言うしかありませんでした。家に帰ってからお兄さんのことを親にも聞いてみました。親は、知らないの一点張りで教えてくれません。しかしおじいちゃんに聞いてみたところ、意外にもあっさりと教えてくれました。お兄さんに関する以下の話は、おじいちゃんから聞いた話と私が少し大きくなってから聞いた話を、混ぜてまとめたものです。漁師の息子であるお兄さんは、ある日父親と共に船に乗り込み漁へ出かけます。しかし島を出てすぐに大波に襲われ船は転覆。被害者は10名。全員が漁師です。しかしながら不幸中の幸いと言いますか、死者は一人も出ませんでした。彼らは、私たちの住む島から10キロほど離れた無人島に打ち上げられたそうです。ただし、打ち上げられたのは10人中9人。お兄さんだけが見つからなかったそうです。その島は、比較的食料になるものが豊富で、彼らはそこで1週間生きながらえ、その後採石などを運ぶ大きな船に助けてもらったとのことです。遭難中、お兄さんの父親だけが、息子がいない、探してくれ。と、島の周りを泳ぎ回り探して回ってたそうです。はじめは親身になって探してくれていた漁師仲間も、二日目にもなってくると、お兄さんを探すことよりも食料の確保に必死で探してくれなかったそうです。救助された船の休憩室で漁師の一人がこんなことを言い始めます。そういえばお前の息子、事故で溺れてる最中に見たかも。足にヒレが生えとったような。すると、他の漁師たちも次々に、薄れてく意識の中で観音様に会ったことや、人魚に救われたことなどを話し始めます。父親は気が気じゃない様子だったらしく、ノイローゼの一歩手前まで行っていたようで、そんな話に耳も貸さず、ずっと船の中で何かをつぶやいていたそうです。父親が島に戻り、奥さんに会うなり無念と懺悔の言葉を述べたところ、まるで何事もなかったかのようにそこにいる息子を見ました。息子さん、お兄さんはみんなが救助される3日も前に、約100キロも離れた本土の他県のリゾート地で発見されていました。釣りをしていた中年のおじさんに助けられ、警察に届けを出し、身元の確認がきちんと取れてから送り届けられたそうです。しかしながら、お兄さんの生還に関して、奇妙なことが4つあったそうです。1つ目は、身元確認の際にかかってきた電話。お兄さんの母親は、その電話に出た覚えがないというのです。警察は確かに母親に身元確認をし、名前の一致も確認しているということ。二つ目は発見された時のお兄さんの様子。発見者の釣り人の話によると、海のように海から歩いて出てきたそうです。三つ目はお兄さん自身の段。どうやって助かったのかを尋ねると、海の底が歩けるようになっていて、歩いていたら陸に着いた。足が重くて寒くて、陸に上がった途端に動けなくなった。と、言っていたそうです。四つ目は、お兄さんがたまに別人のような口調で話すようになったこと。私自身、上記の場面に遭遇したことこそありませんが、それでも一度だけお兄さんの不思議な行動を目撃したことがあります。夜、お兄さんがおもむろに海に入っていき、ビーチから、孤島にある神社までの約300メートル、息継ぎをせずにたどり着くところを見たのです。子供会のお祭りの帰りに偶然見てしまった光景です。その神社は、地元の漁師が水難事故を避けるためにお祈りをする神社でもありました。お兄さんはあの祭りの夜、神社で一体何をしていたというのでしょうか。結局この謎が解けることはないままに、お兄さんは島を出てしまいます。
出て行ったのは高校生くらいの年になってからだと思います。お兄さんが島を出た後、島民はお兄さんのことをまるで最初からいなかったかのように語らなくなりました。一人、タバコ屋のおばあちゃんを除いて、他の島民はお兄さんの話をすると嫌がります。お兄さんが島を出て1年もしないうちに、お兄さんの母親は言葉が話せなくなり、父親は船の怒りに左腕を取られ、命と引き換えに左腕を落としたそうです。母親の方は言葉が話せないというより、耳が不自由になったような感じで、ろれつが回らないという感じです。父親の方は左肘から先の腕がありません。5年ほど前にタバコ屋のおばあちゃんが話してくれたことに関連があるかはわかりませんが、誰もお兄さんの親が不幸になったことを憐れむ人はいないと言いました。あの夫婦は、息子を神の子に仕立て上げ、みんなに貢ぎ物をさせていたと言います。また、人を下にもかかわらず海難事故に遭ってしまった人から責め立てられているとも。お兄さんが島を出るその時、なんと、複数の島民の夢にお兄さんが現れて語ったそうです。私のことは今後語らないでください。みんなに不幸が降りかかります。タバコ屋のおばあちゃんはそんな夢は見ていないそうですが、夢を見たという人は何人もいたそうで、島はその噂で持ちきりだったそうです。しかし前述の夫婦の災難があってからというもの、島民の間では、お兄さんの話題は完全にタブーとなり、今に至ります。以上です。島で神の子とされたお兄さんは、今も日本のどこかで暮らしているはずです。紫色の髪飾り。20年ほど前、小学生だった頃、父の仕事の関係で海外から日本のとある田舎に引っ越した。小学校が1学年1クラスしかないほどの人口の少ない町。当時私は日本語が全く喋れず、引っ越し先が方言や訛りの強い地域だったため、授業もほとんど理解できていなかった。その学校では、毎日授業が終わった後に、決まったし、を暗唱することになっていて、詩自体は5分ほどで読める文章だけれど、古めかしい言葉で、日本語での日常会話さえ満足にできなかった自分はなかなか覚えられなかった。1学期の半ば頃、体調不良で1週間ほど学校を休んで久々に登校すると、今日は授業はなく、クラス全員で外出するという。クラスメイトの A ちゃんに聞くと、英語でなんて言うかな、と、ちょっと迷って、ショーだよ、プリンセスの、と言われたので、何かお芝居を見に行くのかと思っていた。先生の引率で学校からクラス全員で移動し、着いた先は山の途中の小さな神社だった。大人の男性が3人とクラスの女の子のうち2人が、巫女さんの袴まで白のバージョンのような衣装を着ていて、男性が色々と注意事項のようなことを言い、かっこ訛りでよくわからなかった。ここで、ショーを見る側ではなくて、演じる側なんだ、と気づいた。大まかな流れは、神社のコの字型の廊下を、巫女風の格好の女の子たちを先頭に2列になって2周回り、全員が回り終わったら正面に4列で整列して、例の詩を全員で読み上げて終わり。説明しにくいのだけれど、この字型の廊下を歩き行き止まりに着いたら、先頭は U ターンして反対側に進む感じなので、歩いている途中に先頭とすれ違う感じになる。前の子に続き歩いていると、2周目で、あれと思った。1周目にすれ違った時、先頭は確かに女の子2人だったのだけれど、2周目には白っぽい着物の女の人が先頭。その後ろに水色と赤の着物を着た男の子が1人ずつ、その後ろに巫女風衣装の女の子たち、その他の子供たちの順に、となっていた。そして、ちょうど私とすれ違うタイミングで列がピタッと止まり、水色の着物の男の子が急に私に向かって、君みたいな綺麗な子、
初めて見た。僕のお嫁さんになってくれますか？と言った。ディズニーの王子様みたいなセリフだな、と思ったのと同時に、このショーに自分の役があったのかとびっくりして周りを見回したけど、誰も微動だにせずまっすぐ前を向いたままだった。しばらくして、私が答えないと次のシーンに進めないんだと思い、いいわ、と答えた。かっこディズニー日本語吹き替え版のセリフを真似した。すると男の子はにっこり笑って、ポニーテールにまとめた私の髪に、紫色の髪飾りを刺してくれた。刺し終わって男の子が再び前を向くと、また列は動き出した。その後は説明された流れの通り、並び直して例の詩を読み上げてお昼前に解散した。直前休んでいたのもあり、覚えてなかった自分はほぼ口パク。家に帰ると母が髪飾りを見つけ、どうしたのかと聞いてきたので、ショーでもらったと説明した。母は髪飾りを見て、古そうだから、くれたんじゃなくて学校の備品じゃない？明日買えそうね、と言った。ところが翌日、高熱が出て学校を休むことになった。その翌日も熱は下がらず、3日目の欠席連絡を母が学校にしたとき、髪飾りを返した方が良いかと尋ねた。朝の時点では担任はよくわかってない感じだったらしいが、お昼過ぎに電話が来て、すぐに学校に持ってくるように言われたらしい。母が髪飾りを学校に持っていくと、神社の方がいて、それは鍵をかけた部屋の箱の中で保管されていたもので、担任からの連絡を受けて確認したところ、箱の中から消えていたので、娘さんが取ったのだろうと責められたそうだ。母は、娘はそんな子じゃないし、劇中で渡されたと言っている。そもそも施錠された部屋ならなぜ入れたのかと反論し、A ちゃんも、ずっと私の隣にいたと証言してくれたらしいが、私が勝手に忍び込んで持って行ったのではないかと一方的に決めつけられた。夜になっても熱は下がらず、食事どころか水以外受け付けなくなった。熱にうなされ怖い夢を見た。赤い着物の女の人が、手を掴んで、柄のついた剣山のようなもので私の左手をぐさぐさと刺していく。痛みは感じないのだけど、怒りの形相の女の人と刺された腕から流れ出す血が怖くて、叫び声を上げた。逃げようとしたけれど掴まれて逃げられず、手首から肘の上のところにかけて刺されたところで目が覚めた。翌朝部屋に来た母が、私の腕にできた大きな真っ赤なあざに悲鳴を上げ、すぐに県庁所在地の大きな病院に連れて行かれた。病院で、赤あざが急にできることは幼児にはあるが、この年齢では珍しいので、サンプルを取らせてほしい、と言われたらしい。傷が残ると聞いて母が断り、その日は帰った。その日の夜も、次の夜も、同じ夢を見た。翌朝目が覚めると、夢で刺された部分まであざが広がっているということが続いた。3日ほど経った夜、刺されてはいるのだけど、痛みはないので恐怖を感じつつも少し冷静になり、女の人に、どうしてこんなことをするの？私も私の家族も困っている。人を傷つけるなら、あなたは捕まって刑務所に入ることになる、というようなことを言った。昔住んでいた国の言葉で、もちろん日本語ではなかったのだけど、それでも通じたのか女の人はこちらを睨むと、手を離してどこかに行った。次の日の朝、母が探した別の病院で点滴をしてもらい、あざ用のクリームをもらった。熱はまだ下がらず、食事も受け付けないので体力的にもかなり消耗していたが、自宅に戻った。この日の夜も夢を見た。ああ、またあのおばさんが来るのか、嫌だな、と思っていると、神社で髪飾りをくれた男の子が現れた。何か喋っているのはわかるけど、水の中で喋っているような声で全然わからない。聞こえない、と言うと、悲しそうな顔をして筆を取り出し、何か空中に文字を書くと、ふわっと消えてしまった。
書いた文字がキラキラしていて綺麗だったのを覚えている。翌朝目が覚めると、まだ体はだるいが熱はだいぶ下がり、食事を取れるほどには回復していた。部屋で寝ていると、お粥を持ってきた母が。熱は下がったけど、あざが治るまでしばらく学校はお休みしようか。と言った。正直、授業はつまらなかったので、学校を休めるのを喜んだ。結局、その後は一度も登校しないまま夏休みを迎え、夏休み明けに母の実家に引っ越し、東京の学校に通うことになった。大人になってから理由を聞くと、当時の小学校は例の詩の朗読や、奇妙な土着信仰に傾倒した教育内容が多く、加えて一連の騒動時の地域の人の対応が異常で気味が悪くなったらしい。かっこ、私が体調を崩している間に、川が溢れたり、神社の古い石灯籠が全壊したり、それを私のせいだと批判されたりがあったらしい。前に住んでいた国で、カルト宗教にハマった父親が、娘の同級生を生贄にするという事件があって、同じようなことが起こることを恐れた両親が、すぐ引っ越しを決めたらしい。それ以降は変わったことは特にない。あざはもらったクリームのおかげかかなり小さくなり、ほとんど見えないレベルまで消えた。2ヶ月ほどかかったけれど。結局、あの髪飾りが何だったのか。女の人と男の子たちが誰なのか。あの行事や授業は何だったのか。いろいろな疑問の答えは、今でもわからないままです。鬼ババ話の顛末。じっちゃま、以下、J に聞いた話。昔 J が住んでいた村に、頭のおかしなばあさん、以下、梅がいた。一緒に住んでいた息子夫婦は、新築した家に引っ越したのだが、梅は、生まれ故郷を離れたくない、と、村に残った。しかし他の村民の話では、足手まといなので置いていかれたそうだ。その頃から梅は狂い始めた。普通に話をしているかと思うと、いきなり飛びかかり腕に噛みつく。腕の肉が削り取られるほどに。そんなことが何度かあると。あら、人の肉を食ろうておるんじゃなかろうか。と、村中で噂が広まった。まだ子供だった J は、なぜ警察に言わんのね？と言うが、村から気違いが出るのは村の恥になる。と大人は言い、逆に梅の存在を外部から隠す素振りさえあったという。風呂にも入らず髪の毛ボサボサ、裸足で徘徊する梅は、常に悪臭を放ち、日に日に人間離れしていった。村民は常に鎌などを持ち歩き、梅が近づくと、それ以上近寄ると鎌できるぞ。と追い払う。そんなある日、二三人で遊んでいた子供たちが梅に襲われ、そのうちの一人は小指を持っていかれた。襲われた子の父母は激怒、梅の家に行き、棒で何度も殴りつけた。止める者は誰一人いなかったという。あの野郎、うちの子の指をうまそうにしゃぶってやがった。ついに梅は、村外れの小屋に隔離されてしまう。小屋の周りはロープや鉄線でぐるぐるに巻かれ、扉には頑丈な鍵、食事は日に一回小屋の中に投げ込まれ、便所は垂れ流し。死んだら小屋ごと燃やしてしまえばええ。それが大人たちの結論であった。無論子供たちには、あそこに近づいたらいかん、と接触を避けたが、J はある時、親と一緒に食事を持って行った。小屋に近づくと凄まじい悪臭。中からはくちゃくちゃと音がする。ち、いまいましい。またくそを食うてやがる。小屋にある小さな窓から、おにぎりなどが入った包みを投げ入れる。さ、行こか。と、小屋に背を向けて歩き出すと、背後から、人でなしが、人でなしが、と声が聞こえた。それから数日後、J は友人からこう言われた。おい、J
知っとるか。あの鬼ババな、自分の体を食うとるらしいぞ。その友人は、親が話しているのをこっそり聞いたらしい。今では、左腕と右足がなくなっている状態だそうだ。ある日、その友人とこっそり霊の小屋に行った。しかし、中から聞こえる。との声にビビり、逃げ帰った。あら、人の味に見入られてしもうとる。あの姿は人間ではない。もののけだ。親が近所の人と話しているのを聞いた。詳しいことを親に聞くのだが、子供は知らんでえ。と何も教えてくれない。ある夜に大人たちが J の家にやってきて、何やら話し込んでいる。親と一緒に来た友人は、きっと鬼婆のことを話しておるんじゃ。二人でこっそりと一階に降りて聞き耳を立てるが、何を言っているのかよくわからない。ただ、何度も、もう十分じゃろ。と話しているのが聞こえた。次の日の朝、朝食時に、へえ、今日は家から出たらいかん。と父が言うので、何かあるんか？と聞くと、神様を祀る儀式があるで、それは子供に見られてはいかんのじゃ。と説明した。仕方なく2階から外を眺めていると、霊の小屋の方から煙が上がっているではないか。おとう、大変じゃ、鬼婆の小屋あたりから煙が出ておるぞ。しかし父親は、あれは畑を燃やしておるんじゃ。くだらんこと気にせんと勉強せえ。と、逆に怒られた。それから数日は、相変わらず小屋に近づくことは禁止されていた。しかしある日友人とこっそり見に行くと、小屋があった場所には何もなかったそうだ。そんなある日、ある友人の話を耳にした。Cから聞いたんじゃが、何でも夜中に、鬼婆の霊が C の家の戸を叩き寄るらしいで。家に帰り、そのことを父に伝えると、人は死んだら戻ってくるでな。なあに、四十九日が過ぎれば無事成仏するで。気にすることはねえ。でも、なして C の家に戻るのね。自分の家に戻りゃあええのに。梅さんは少し変わっていたでな。帰る家を間違えてるだけだで。と、あっさり言ったので、J は、なんだ、当たり前のことなのか、と思った。ところがそうではなかった。どうも C の親が、くじ引きか何かで梅がいた小屋を燃やす役目になってしまい、それが梅の恨みを買ってしまったらしいのだ。それは近所の大人たちが、C の家に、またいぶしがやってきちゃったらしい。小屋を燃やしたもんで、恨みを買うたんじゃろ。と話をしていたのを聞いたからだ。このいぶしという言葉は、この村だけのいわゆる隠語というやつで、おそらく幽霊の意味ではないかとじっちゃんは言った。大人たちは、梅の霊のことは村民以外には話すな。話すと霊がその人の前にやってくる、というので、それを恐れた子供たちは、誰一人として話さなかった。また、大人たちは隠語を使うことにより、うっかり他の場所で喋っても、村の秩序が他人に漏れずに済む。とにかくそこの村民は、自分の村を守ることに必死だったらしい。夜な夜なやってくる梅の霊に、C の家族は疲れてしまったのか。わしらも子も眠れんで困っとる。家を出るしかなかろうか。と、J の家に相談にやってきた。J の父は、しばらく家を捨てるしかあるまい。最悪、あの家は一度ばらしなすって作り直しゃええ。その間はうちに住みなっせえ。こうして C の家族は、J の家に同居することに。早速自分の部屋で、J は C にこう聞いた。なあなあ、C は鬼婆のお化けを見たんか？見とらん。ただ、家のドアを叩く音が毎晩するんじゃ。風とかじゃなかろうか？知らん。最近は耳に布切れ押し込んで寝てまうで、音は聞こえんが、一晩充電器がつけっぱなしなもんで、J
全然眠れんわ。おい、今日のいぶしよけは済みなすったか？と、父が母に指図をする。いぶしよけとは、いわゆる魔よけの一種で、玄関の軒先にスルメや餅や果物などをぶら下げておくのだ。この村では、人が死ぬと毎度行う儀式だった。朝になると、吊るしておいた食い物がなくなっとるんじゃ。とジーは言うが、いや、猿に持っていかれたんじゃろうて、とジェイは否定した。それでもジェイは不安だった。Cの家族が家に来たことで、鬼ババも家にやってくるんじゃなかろうか、と、嫌な予感があった。そして夜、Cの隣ではCがぐっすりと寝ている。耳から詰めた布がはみ出しているのがおかしかった。下の階では、ガヤガヤと大人たちの声がする。しばらく天井をぼーっと見ていると、どんどんどん、と、太鼓のような音が響いた。同時に大人たちの声も、一瞬ピタリと止んだ。Cの予感は的中した。梅が家の玄関を叩いているのだ。Cはそう思うと怖くなり、ゆさゆさとCを揺り起こした。なんねえ、と寝ぼけるCに事情を説明。共に震えながら、大人たちのいる1階に降りていく。大人たちはボソボソと何かを喋っている。Cが怯えながら、おとう、と言うと、気にすることはねえで、さっさと寝なっせ。またガヤガヤと、大人たちは別に気にすることなく普通にビールを飲み始めた。次の朝、Cと一緒に玄関を出ると、魔除けの食い物がなくなっていた。な、俺の言う通りじゃろ。とCが言う。そのことを親に聞くが、あれは朝一にしまい込むでな。と答えるだけであった。そしてそれはしばらくの間続いたが、ドアをノックする音がしなくなると、ああ、四十九日が終わったのだな、と思った。その村では、四十九日が過ぎるまで墓を作らなかった。遺体は火葬か土葬をしておき、四十九日が来るまでは、魂を遊ばせておくそうだ。村の外れには集合墓があり、村人はここに埋められ墓が作られる。しかし、梅の墓は別の場所に作られることになった。ご先祖様の墓と気違いの墓を一緒にするのは申し訳ない、という理由だそうだ。死んでもなお村人として扱われない梅に、Cは少し同情したが、怒られるのが怖いので、口にすることはしなかったそうだ。そして、梅の墓は河原に作られた。墓といっても、一二本の縦長の板でできた簡易なもので、さらにその周りには囲いも何もなく、ただポツンと立っていたそうだ。しかも、川のすぐそばに建てられているため、ちょっと強い雨が降ると、増水した川に流されてしまう。実際梅の墓は、一ヶ月もしないうちに流されてしまった。流されるということは、人に忘れられてしまう。まさに、水に流すのである。流されてしまっては仕方がない。俺たちは悪くない。そんな自分勝手な、不可抗力という名の殺人や非道が、その村では当たり前に行われていたらしい。身内がそばにいないというだけで、人一人が村ぐるみで消されてしまう恐怖。そして、それを当たり前と思う大人たちに、Cは恐怖した。自分も大人たちの機嫌を損ねたら、何されるかわからん、と。だから、その村では大人が絶対であり、いわゆる不良と呼ばれる子供もいなく、子供は大人たちに従順であった。村落という閉鎖的な場所で、独善的な文化を持つというのは恐ろしいことで、そこでの常識は常に非常識だった。あのまま村で大人になったら、洗脳されてあの大人たちと同じになっていただろう。だからお前は、たくさん友人を作って、いろんな人の意見に耳を傾けて、常に自分の行動に間違いがないか疑問を持て。と、死んだ J じいちゃんは語ってくれた。